皆さんこんにちは。私、は青森町角歴史のより、かなみの会、相馬新吉です。今回は、青森県庁の向かいにあります、野口写真館さんからご提供いただいた、青森市内の戦前期の写真を2回にわたってご紹介したいと思います。今日はその前半の部分、1回目です。野口写真館さんからご提供いただいた写真は、 さすが戦前期にプロが撮った写真でありまして非常に鮮明な写真があ多くありましてまたあ野口さんはですね非常に太っ腹でありましていやいやもうあの著作権もほとんど消滅してるし、えー、みんなでねこれを見て、えー、戦前の青森市のこう歴史の研究に役立てていただければ非常に、えー、助かりますと。 どうぞどうぞお使いくださいということで、ご提供いただいた写真でございます。一回目、前編は九枚の写真をご紹介いたしますけれども。そのトップバッター一枚目は、言わずと知れた青森駅でございます。この青森駅の駅舎は、私も青森市の生まれではないので。まあ、今年七十歳になりますけれども。 実際の建物は見たことはありませんおそらく昭和30年代中頃まで、えー、これが残ってて、えー、その後駅舎を新築して今さらにまた新しい代に青森駅舎が変わろうとしているまあそれくらい、えー、古い時代に建てられた青森駅舎でありまして。 青森空襲の時もこれは焼け残って戦後もまた使われるという非常に有意志ある古い青森駅舎でございますこのワイドの画面の写真さすがプロの方が撮られたやつで非常に鮮明でありまして えー、駅前、これが駅正面ですけれども、そこにこれはバスでしょうかね、バスですね、市営バスか国鉄バスか、ちょっと私には分かりませんけれども、えー、カラーリングタイプが違うので、おそらくこれは両方いてということで、こちらが市営バスなんでしょうかね、そしてずっと右の方に持っていきますと、これはきっとタクシーなんでしょうね。 えー、それからこれはなんかこれは馬車ですかねいやーこんなのもあってということで、えー、駅に向かう人がパラリ、えー、少し見えてるぐらいでここに子供がねこのエプロンつけて3人の男の子なあ、女の子もいますね手をつないでって非常に、えー、また和むカットになっております。 さすがプロが作った方の写真の出来具合は非常に違いますね。細いところもあれでも見れるのでこういうこれは通信線なんでしょうかね。こういうのも、まあ、あの詳しい方に見てもらうともういろんな情報がここから、えー、引き出せると思います。これもまた、えー、昭和初期ぐらいで まあ、青森空襲を乗り越えて今に残ってそしてまた、えー、プロの写真家が撮っておりますのでこういう細いところをまた拡大していくと私たちが知らない、えー、昭和初期の青森駅前の情報っていうのがですねどん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 すくい上げることができると思います。こちらが2枚目の写真でこれも1枚目同様ワイド画面になっております。 えー、この辺鉄道がいっぱい、えー、線路が見えておりますので、えー、野口さんからいただいたメモにも「ヤード西」というふうに書いておりますのでおそらくこれは、えー、青森ウィキペディアで青森創車場のことを調べましたら大正15年1926年の10月25日に創車場の使用が開始と。 ということになっておりますので野口さんからいただいたおそらく昭和初期から昭和10年頃にかけての写真でしょうということとは全然矛盾しませんのでえその頃の写真えそして青森操車場ではないかとえ私は推察するのですが全くあの鉄道については門外観でありますのでえこれをご覧いただいた鉄道に詳しい方いろいろと ご教示いただければこの写真の価値というものがますます高まって深まっていくだろうと思いますよろしくご協力くださいこちらが三枚目の写真で野口さんからいただいたメモには新町通り昭和十年ということが書かれてありました昭和十年後に撮られた 青森市の新町通りの写真ということで、まあ、実際に写ってるものを見ていきますとこれはもう皆さんよくご存知の今もこの位置で営業しております三浦完成堂さんの非常に特徴的なここにアールがついてね非常にすぐ分かる建物ですですから画面手前が青森駅 そしてこの上新町通り、奥が中新町、下新町と、東の方が奥に映っているということですね。えそれではちょっと拡大鏡で、えー、大きくして見ていきたいと思います。この辺はちょっと暗くて文字見えないですね。このトラックにカニタの。 文字がありましてカニタのトラックが来てね何を運んでるんでしょうねこちらあ自転車に乗ってる方がいます、えー、ここにですねユニオンビールというまあこれ戦前の調べたらビールの銘柄代表銘柄の一つだそうですそしてどっかにですね。 待てよどっかに文字が見えてましたね。あここがちょっと暗くて見えないんですけども、銀座会館という文字が見えました。そして、この後ですね、ここの縦て看板も、かろうじてなんか、公州屋さん、公州屋という名字が、えー、看板が見えますね。今は確かあの 中新町で現在も営業してると前甲州屋さんにちらっと聞いたことあったらなんか、えー、かつては上新町にいた時もあるとかっていうご教授を受けたことあるので多分そうなんでしょうこのあと場所を変えてということでね、えー、この辺白ズボンこういう,う旗がそしてこれは街路灯ですね。ここのの当時の街路灯はこれ なんんでで動かかしたんですかねガスですかね、電気ですかね、こういうのを一つ一つ調べていくと面白いですね。ああ、なんか軍人さんが、えー、見えてますね。ですから、えー、街を軍人さんがこう写真に写るような時代というのはそうです、ね、もう満州事変始まってからでしょうから、おそらくちょうどしょ、えー、10年。 すすれば矛盾のなないい写真になると思いますね,、えー、ねこの奥の方はもっとね、えー、こういうふうなの、ま、もっともっと見たいですけどもね、えー、これ今の技術でこの辺もねかなりこれそれでもあのレタッチソフトで写真のノイズは除去して見やすくはなってるんですけれどもね。 こういうのを見ていくと本当にと時間の経つのを忘れますよね。本当に私は、えー、この街の生まれではないんですけども古い写真を見ていくとね、もう面白くて面白くて何が面白いかって言って、この、えー、一枚の写真がね、私たちがもう見ることのできないこうタイムマシン、覗き窓ですよね。過去を超えて今皆さんと一緒に覗いている。 そういう仕掛けと同じなんですからこんなに楽しいことはないですね。はい4番目の写真に写りました、えー、画面左側にこの特徴的なね、えー、建物が見えておりますけれどもこれですねもうこれは見るからに非常にこう豪華なあ作りでありまして。 えー、昔も今も変わらずというか昔の方がやっぱりその、えー、銀行としての威厳を高めるそういう効果も兼ねてですねやっぱりこう、えー、装飾を凝らした非常にその町の顔としての存在を誇示するような作りになっておりましてこれ古い地図を調べましたら、えー、昭和10年頃だと鳴海銀行のようでありまして。 えー、これ場所はですね、えー、中新町奥の方が青森駅ですねでこれそうすると今の新町通りのやがて側の通りということになりますそしてこちら反対側が海手通りということで、えー、ここを見ていきますとちょっと拡大鏡でやりましょう宿外線ということですので 外あ,、まあ兵隊三大寺が戦地に行って帰ってくるということですから、えー、青森歩兵第5連隊の兵隊三大寺がまあ帰ってくるそれをま祝してこういう横断幕を掲げてという時代なんでしょうね。そしてこの右側の方のこの大きい建物ねこれはひょっとしたら青森デパート。 かこのくらいのこの位置でこの高さだとしたら青森、えー、デパートだと思われますはい5枚目の写真、えー、これはパッと見て戦前詳しい方は「あ松木屋デパート松木屋呉服店だった」とすぐお分かりになると思います、えー、場所はですね今の下新町の高まり名、えー、茶堂さんの 角のところに、えーま、戦前の松木屋呉服店、百貨店がありましたので、その場所ですね、えー。ちょっと拡大鏡で文字を大きくしてみましょう。松木屋呉服店。そして、ここが入り口ですね、えー。この3階建ての、これは,やはり鉄筋なんでしょうね。一応ね、本当にパッと目立つ。 当時としてはやっぱり青森市の一番の賑やかな通り新町でも一番目立った建物ではないでしょうかいろいろそばを見ていくとこの位置的には奥の方が青森駅ということで新町通りの海手の通りに戦前の松木や呉服店はありました。 えー、青森空襲直前の昭和20年の春先ぐらいでしたでしょうか、えー、柳町の防火帯の幅を広げるということで松木屋呉服店のサイドが建物疎開に合いまして、まあ、半分取られるわけですけれども建物そのものがねで営業できないということで、えー、店を閉めてそして戦後また社員の人たちがあ金を出し合って この反対側のこの辺に戦後の松木屋デパートを再建するわけですけれどもだいぶ前に閉店して今は高い高層のマンションになっております。そしてこれとクロスしてここにあの橋桁が見えておりますのでこれが南北に交差するここに席が通っててということで右手の方が。 青森湾にその席の水が流れ込むという風な場面の写真でございます何度見てもいいですねはい、えー、こちらが6枚目の写真です、えー、画面に見えます非常にね鮮明な写真でありましてこれは野口写真館さんの ちんどん屋さんがあ来てるぐらいですから、えー、真相回転するとか、そういう,、ね、もう節目の時の写真ではないかと思いますけれどもね、えー、ここに見あ、これとかね、まあ、文字を大きくするとあれですけれども、そして、まあ、野口さんからにも教えていただいたんですけども、まあ、冒頭あの、今営業しているのは青森県庁向かいの長島。 南のところでやってるんですけど何度もねうちの店は場所変えてるんだよということで野口さんおっしゃってた通り、えー、この時はですねどこにあったのかっていろいろこの、えー、建物周辺の建物を見ていったらですねこれは非常に特徴的なこうコンクリート造りのねこういうのがあってですね、えー、これ松木屋の建物に間違いないんですよということは 松木屋の青森駅側の西隣にある時期に野口写真館さんがあったというのはほぼ間違いないですね。そしてじゃああこの場所にあった年代とい,いうのはちょっと今のところ絞り込めていないので今後の課題にしたいと思いますけれどもまあある意味こう場所を写ってるい というのがまた野口写真館さんの写真を見る時の一つのキーワードになってねそれがまたじゃあそれはどこだということで逆に写真資料としては非常に面白い貴重な写真になっていますはいこちらが7枚目の写真になりますで子供たちがね雪降ってる中遊んでてすぐそばを こういうふうに川、関、水が流れてましてね。あ、これを見たとき、まあ私戦前の写真かなり拝見させていただいておりますので、まあおそらく間違いなく柳町のあの堰だろうというふうな見通しはつきました。それでこの建物とか見ていくと、どうもここのですね、角の建物は昭和10年頃、 えー、久我のですね額縁屋さんんがここに看板を掲げるんですよですからその久我の額縁屋さんの看板見えないのでおそらく昭和10年、えー、以前のお写真だろうと昭和初期から昭和10年ぐらいまでの間に撮られた柳町通りの、えー、非常に珍しい写真に子供が遊んでて。 画面、この左奥の方が青森湾にこの席の水が注ぐという風な感じだろうと思います。8枚目の写真になります。さて、場所はどこでしょう。まあ、青森市内の戦前の写真、え先ほど松木屋五福店、百貨店を紹介しましたけれども、よくよく見ていきますと、 ここにとんがり帽子状の建物が見えてかなりの高さですので、えー、これは戦前の松木屋デパート現在の高森明茶堂のところにあったその場所での松木屋百貨店に間違いないと思います。ということは位置関係で見ていくと手前の方がこれが、まあ、この通りは柳町通りでありましてちょうどこの辺りが、えー、かつて えー、観音様があったその柳町のロータリー、えー、国道との交差点のあたりではないかと思われます、えー、それをもっと確実にするためにですね拡大鏡で、えー、時代の位置の状況をですねわかるようなのを探していってみましょうそうしますとあここになんかそば屋さんのあれとかありますね えー、おそらくここは今も営業してる柿崎兼重さんのそば屋さんのところでしょうそうするとまあこの奥の方に松木屋が見えてということで私の推理はほぼほぼ間違いないだろうと思いますそれで、えー、この人々のねちょっとこの辺に雪がこう、えー、積み上げられておりますし おそらく正月前の年末の正月用品を買い揃えるために人々が市内のあちこちからこの柳橋通りのここへ来てということでいろんな品物を買い求めてるところではないかと思われますね。なんか今考えるとね、全然その賑やかさ、そう人の数の多さ、いやー、 これ今のね柳町通りの商店街の人をあ見たらびっくりびっくりでしょうね。まあ、とは言ってもねもう、あのー、昔のにぎわいっていうのはもう戻りませんのでこれからじゃあ現実を踏まえて、えー、どうしたらいいかっていうのはやっぱりそこに住んでる方々一人一人が、えー、自分のこととして真剣に考えていかないと新しい未来は開けてこない。 まあそういうのもやっぱりこういう古い写真が私たちに教えてくれていることではないでしょうか。はいえー、最後の写真になりました。これはもう前回、えー、と、まあ、ちょっと季節は変わってるんですけれども、えー、場所的にはこう見えてる特徴ある建物国交がですねこうとんがり帽子のドーム状の 高い建物がありますので、ここが戦前の松木屋呉服店百貨店の場所で今で言うと下新町の高森名茶堂の角のところですねそして手前がずっと柳町通り国道の方に近づいてくる方ですねそしてここに席が流れておりまして今はまあ安にしているので見えませんけれども。 ずっと下流の方そして青森湾に注ぐという感じでまあこれは季節が冬じゃないのでここにこうもうグリーンベルトが、えー、設けられた時代なんですねそして細いとこを見ていくとあここにスカイ温泉のですね看板があってということでまあこれ、えー、案内版なんでしょういろいろ調べていったらこの柳町通りのこの辺にですねスカイ温泉の 案内状とかあったりしてということで、まあ、多分戦前のことを考えるとですね、まあ、まだまだ柳町通りにぎわっていましたの人の通りも多くてということで、まあ、ここに案内状を設けて、えー、まあバスとかタクシーそういうのでスカイ温泉まで行ってもらうということだったのではないでしょうかじゃあ細いところをですね拡大鏡でいろいろ 見ていきましょう。先ほどのスカイ温泉の看板ですね。で、いろいろ見ていったらですね、ここのところにね、この箱なんだろうなと思って見ましたら市役、えまあ、この当時、右から左ですから、下のいも物は市役所ですね。その上に、バフンなんとかって書いてるので、まあ、これ、バフン入れなんですよ。バフンを入れるための箱が。 ちゃんと青森市役所で設置してということでまあ,あ後で回収しに来て多分、えー、これ肥料にしたそうですから、えー、両方兼ねて市役所がちゃんとその回収をして、まあ、近くにいる人が、まあ、気が付いたらあるいは馬車で来た人が、えー、馬を止めたらこれに入れるということだったんではないでしょうかそして柳町通りのねこの辺 えー、バスでしょうかねタクシーまあちょっと私には判別つきませんけどもそしてこの看板を見ていくとあなんかそばとかうどんとそういう風な書体の文字が書いてるのであこれ今の兼姫さんのところですねそしてこれ氷なのであまあこういうは季節夏ですね。 えー、かき氷ありますよとといううこでしょでその隣が花屋ですので今もあの金姫さんの海手側の隣は賃、えー、田増加店ですので、えー、戦前の花屋のことをいろいろ調べましたら今花屋というとまあ大体生花なんですけれども戦前はそこまで、えー、行きませんので花屋といっても大体増加のことを花屋さんというらしいので。 ドンプシャあここの花屋さんは今も営業している賃貸増加店に間違いないだろうと思います。それからこれは山口製材所ですね。これも大正末期の地図手元にありますのでそれを見ましたらこの場所に山口製材所があったのは間違いございません。そしてこの街路灯もさっきの 新町通りと同じで同じじでものを使ってますねこれも電気かガスか調べてみると面白いと思いますねガス灯なんでしょうかね戦前はねあの昭和初期78年頃に、えー、画家の金順蔵が東日報に頼まれて青森県画風作りますけれどもあれにも非常にあの細やかな 絵が出てきますけども新町通りのあれには確かかストーと書いてなかったかなまあそういうところもこの野口写真館さんから頂い,いたねこういう写真がやっぱりプロの方が撮った非常にその精密なところが読み解ける写真なのでこういう話にどん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 深入りしていけるというそういう非常に戦前の貴重な 写真資料を今日紹介しました以上今日もまた最後までお付き合いくださり本当に感謝申し上げますそして改めてのお願いでありまして YouTube 私の青小巻のチャンネル登録をまだされてない方いましたらチャンネル登録していただいてまたああこれはこの動画は面白いなと思いましたら 高評価のところをポチッと押していただけば私の今後の動画制作の励みにもなりますのでまあ低評価の方は低評価で構いませんので、えー、こういうところを直してくれればもっといいんじゃないのというふうなアドバイスをいただければありがたいなと思いますので今後ともよろしくどうぞご協力 お願いいたしますそれじゃあ今日はこれで失礼いたします。さようなら。